どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部で合わせて、こんにちはでございます。こんにちはでございます。えー、今回はですね、えー、生活保護の話になります。えー、今回ですね、あの、2022年の11月5日ですね、本日なるんですけれども、えー、もうね、ちょっと今日菊祭りっていうところ行ってきたんですけど、ね、めすごい菊が綺麗でした。はい。で、今回の話なんですが、えー、生活保護の相談中、宇治市役所で女がナイフで職員脅すという、 えー、なんともね、えー、強烈なお話になります。宇治市うん。京都ですね。京都の南部かなうん、宇治ってね。宇治抹茶とかありますけども、そこの話でございます。事件ですよ。これはやっちゃいけません。はい。内容です。えー、宇治市役所で生活保護の相談中にナイフを取り出し、ナイフ何センチなんですかねまずそもそも。うん。で、市の職員を脅迫したとして、70代の女が逮捕されました。 で、公務執行妨害などの疑いで逮捕されたのは、宇治市に住む79歳の無職の女です。えー、警察によりますと、女は今日午前9時半頃、これね、あのー、書いてるのが11月2日なんで、11月2日の、えー、9時半です。これは生活保護の相談で宇治市役所を訪れ、市役所の職員と話している最中に、自分のカバンから小型ナイフを取り出して机の上に置き、まあ、机の上に置いたん。 で刺したら痛いんやで。あんたら痛みを知らんやろ。うと脅迫したということです。で、調べに対して、女、まあまあ女性ですわ。えー、刺したら痛いと言っただけで、刺すとは言ってない。と、容疑を否認してるということです。は、は、は。警察は犯行の動機などについて詳しく調べていますっていうことなんですね。えー、刺したら痛いと言っただけで、刺すとは言ってないって言うんだけど、 ああ痛み知らんやろって脅迫の疑いになるよねや。だって実際ナイフ見せられたら終わる、まあ思うじゃないですか。<laughs> まあ一級さんだよな、ね。まあ、刺したら痛いやでって言ったら、まあ、刺すとは言ってないですって言うのも一級さんじゃん。<laughs> そんなんとんちか、えー、で、あのー、まあ意見として、あの結構それで出てくるのが、あのー、まあ二つなんですよ。あの、公務員側を、えー、まあ、その、 球団じゃないけど、まあ、良くないんじゃないかっていう否定する意見と、まあ、単純にこの女の人を否定する意見っていうのがあるんですね。うん。で、えまあ、結論から言うと、いや、ダメだろう、うナイフ出しちゃ。え、っていうことなんですよ。じゃあ、公務員側を、あの、否定するというか、まあ、責める意見としては、まあ、生活保護の相談中なので、えー、まずこの人が生活保護を申請してるかどうか。うん。申請中なのか、 生活保護を自分、今受給してるんですけれども、あのー、まあ、なていうかさ、今、いろんな全国で、えー、裁判やってるじゃないですか。あのせんか、生活保護費を減額されたのを違法だっていう判決を出すって言って、えー、違法判決って言って。で、2013年から、まあ、全部の生活保護費が減額されてるわけですよ、徐々に。うん。で、それが違法だって言って、まあ、いろんなところで、 えーまあ、訴訟が、あの、行われて、こっちは勝った、こっちは負けた、みたいなのやってるんですよね。えー、で、まあ、とにもかくにもなんですけど、そもそも生活保護費は実際減額されてるわけです。うん。そうすると、あのー、まあ、自分らは生活保護をこれまで受けてるんだけども、えー、それが減額簡単にするなんて、あんたら痛み知らんやろっていう意見なのかっていうことですね。うん。うん。あとは、もう一つ、申請中だった場合、生活保護を申請してきたんだけども、 窓口で、いわゆる水際ブロックをしてるとしたら、ええー、まあ、あんたら痛み知らんやろ。私は、私は大変やでって言ってるんかもしれないと。うん。ね。で、そうやった、まあ、いわゆる本人が困ってる状況で、ほ本人し、主張だからね。 <laughs> ちょっと待って、これ続きがあるから待ってください。本人が一応自分なりに困ってる状況で、この窓口の職員が冷淡な態度をとったかとか、あとは馬鹿にするというような態度をとったんではないかなっていうふうに推測の意見で出す人がいるんですよ。うん。で、はい。で、これが公務員避難派です。で、もう一つ、まあ要はこの79歳の女性を、いやいやこれダメだろっていうのはもう,もうまさにそのままですよ。うん。 で、この、まさにそのまんまなんですが、ちょっとパターンも分かれまして、まず、いや、生活保護で、そんなね、相手が、あの、多少ね、レータな態度とか取ったとしても、それもそのも自己責任でしょっていう意見。え、ね。で、もう一つはナイフを、単純に、脅しちゃダメでしょいくら困ってるとか言ったってってことですよ。うん。まあ、こういうふうに意見が分かれるんですが、うん、まあ、だから基本的になんですけど、脅しちゃダメですやっぱり、うん。ダメですよ。じゃ、なんでか、なんでかそれ、そはまあ、なんでかって説明する必要もないんだけども、 だってこれが通っちゃったら、声がでかい人とか、脅せば勝ちになっちゃうじゃないですか。でもそれって、単純に脅迫とか脅、もうほんと脅しなんで、もうそれは刑事事件なんですよ。だから脅して、じゃあ生活動護増えたとか。 ね脅して生活保護申請通ったったらもう、これ、まあ、要は反社の人たちがまかり通るんですよ。で、反社はそもそも生活保護を受けられないんですよ。反社の人たちっていうのは。受けられないんですけよ。受けダメダメ。なんでかったら反社の方にお金が流れちゃう。税金の、要は国民の税金が反社にお金が流れちゃうっていうのはこれダメだよねっていう。うん。だ防体法も強化されてるんでね。ええー。で、そういった、その、法律、ま、刑事事件に発展するような行為をしている人っていうのはそもそも生活保護を受けちゃダメなんですよ。 ダメでしょだって、そんな、それは刑務所の方に行ってくださいので。うん。ね。なので、で、じゃあ79歳の人が、まあこれ予想されるのは、今受けてる人じゃねえかっていうことなんですよね。うん。まあ、その年金がどんどん尽きていって、資産がくい、資産を食いつぶして、で、お金がなくなったので、えーえー、申請をさせてくださいっていう話が、まあ意見としてあるんですけれども、そういう人あるんですが、基本的に、 え、生活保護を申請するときに、75を超えた時点で申請してくるっていうのはほとんどないです。うん。これ理由なんですよ。これ理,理由、があって、75歳以上の申請者っていうのはあんまりいないんですよ。いないです。てか、てか、80付近、80歳付近で生活保護を申請をする人っていうのは少ないです。で、80歳になっている人が生活保護を受けてるっていうのは、別にこれはいるんですよ、いっぱい。 70歳以上で生活を受けて、65歳以上のは高齢者世帯っていうのは生活を受けた人はもう生活保護世帯の半分は高齢者なんで。だこれいるんですよ。でも、79歳で初めて生活保護を申請するっていうのは、まあごくごく稀なんです。これなんでかわかりますかねうん。寿命だから <laughs>。まあ要は、もうなくなっちゃうんですよ。その先は。うん。 で、で、79歳の女性で、ナイフ持っていけるっていうのは、まあまあ元気だよね、まずね。え、と、あと、なんでナイフ持ってんの <laughs> お前、そど、ど、ど、どうしよう、それ、まあ小型ナイフって言ってるんで、これがどんなナイフか言ってないんですよ。カッターナイフなのか、果物ナイフなのか、それとも包丁なのか、あとはパン切り包丁なんか言ってないんですよ。パン切り包丁って結構長いからね、このね。え。 まあ、でも、刃物も、見せられたら怖いじゃないですか。だから、小型ナイフって言ってるんでカッターナイフと言ってないんで、まあ、小型のナイフなんだと思うんですよね。小型のいくらかのナイフ。ナイフですよ。ええー、十徳ナイフとかじゃないと思うけど。はい。で、じゃあ、それなんで持ったまんまうろうろしてんだよってこと。<laughs> あなた、だから、もう、脅す、脅す目的でしょナイフを高齢者が、 ナイフを持ち歩ってるとか、まあ、一般の人間がナイフを持ち歩ってるのは、まあ、何に使うのってことです。ま、な、何に使うんだよ。うん。まあ、例えばさ、工業高校とかの人が、とか、実習で使うね、なんかこの線とかをさ、こう、なんかな、これ、銅線をこう、剥き出しにするためにこの間をこう、ピッて切るとかね。え、とか、電気関係の仕事をついてる人が、まあ、それ用のね、ナイフを持ってるとかっていうのはた、まあ、まあ、たまにあるらしいんですよね。 カバンに入れてるみたいな。でも、一般の人がナイフを持ち歩くって言うと、何に使うってさ、道端でさ、あの、あれかい、あの、スーパーで買ったりんごとかをこうやっていきなり見て食うかためにナイフ持ち歩いてます。そゃそんなにいないじゃんい、い、いるんか。そういうナイフ持ち歩いてる人いたらコメントください。あの、俺は常に果物をね、皮剥くために果物ナイフ持ち歩いてますみたいな。で、そもそも歯渡り6センチのナイフ持ち歩いちゃダメだからね。これ法律違反だから。ええ。なので、これはもう脅し目的なんですよ、完全に。 え、で、じゃあ、その、あんたら痛みを感じないやろうって言って、公務員を責めるべきじゃなくて、なぜなら、あの、そもそも、もうず,ずれてる。うん。あの、生活保護っていうのは別に、水際水際とかって、あの、人結構責めるんですけど、あの、特に高齢者とかに関しては、あの、就労、過去動画でも散々言ってますけど、 就労を、あの、指導する年齢ってのは決まってるんですよ。18歳から64歳までは就労指導入るんですよ。ただ、18歳から40、うん、ちょい、50歳未満ぐらいまではきつい就労指導入ります。で、50歳から65歳ぐらいまでは多少甘くなるんですよ。なぜか再就職とか厳しくなるから、これ現実の問題なんですよね。え で、65歳から80以上、まあ、65歳以上になると年金世帯で、受給世帯で、で、あの、定年制もあるので、就労指導ができないんですそもそも。そうすると、まあ、例えば今困ってますよっていう風に高齢者が来た時に、ええー、まあ、例えばじゃあ息子さんとかいますかお孫さんとかいますかご兄弟いますかとかって言って、ご親戚いますかって言って、えー、不要調査っていうのをお話しして、その人たちからご援助は受けられないんですかって話はするんですけど、実際受けられないことみんなわかってるわけじゃないですか。 そう資産調査かけるんですよ、預金ありますか、資産ありますか、ってって土地持ってますか、車持ってますかってって家、家ですか、持ち家ですか、どうですかって話するんですよ、うん、なんですけど、基本的に就労手術はかけないわけ、だって働けないんだから、そうすると、65歳以上の高齢者の申請というのは、基本的には通すの、もう通しますよ、だって納証もないんだから、お金ないんだもん、えだから基本的に通すんですよ。 だから、だから申請できたとしたらすぐ通します。割合簡単に通すね。もう早いよね。その日に通しちゃいますよ。で、場合によっちゃ、あの、お金今ないんですとか言ったら、社会福祉協議会とかも含めてなんですけど、あの、役所の方から、え、3万円ぐらいまでとかって、か、あの、貸せるんですよ、お金。 でお金貸して、生活保護費が入ったらそれで返還してくれるっていうふうに制度あるんですよ、そういうふうに。だから財政から出せ、やっぱ財政に、まあ、財政とか会計管理本体で依頼して出せるんですよ。決済取って。すぐ出せるの、結構。こうす結構すぐ出せる、本当に。その日に出せるから。で、これで、まあ、あの食品、お米とか買って、今は食いつないでくださいってって。で、水道課の方に連絡して、えー、それも払うんで、あのー、 開けてくださいってって。で、東京電力とかね、あの、ま、いわ電力会社の方にして通電してさ、食べられるようになるんですよ。うん。じゃあ、今度は、あの、保護費が下がったりとかしてって文句言ったとして、それ、公務員に言ったってさ、しょうがねえじゃん。政治家が決めてんだもん。<laughs> これどうしようもないよ公務員が減らしたんじゃないぜ。言っとくけど。その、やり場のない怒りみたいなあるかもしんないんですけど、あの、公務員が、 保護費減らしたんかっ,ったら減らし、公務員が減らしたんじゃないじゃん。政治家が減らしたんですよ。まあ、その政治家の背景で官僚がいるけど、でも議会で通してるわけだから、で減ってんだから、政治家が減らしてんだよ。ねテレビに出てる政治家の皆さん、国会議員とか、あとはもう市、市、市市市区町村もそうですしね、そういった議員が決めてるんですよ。え、で、市長とかが、区長とかね、そういった政治家が、 減らしてんの。だから政治家に文句言えよってことですよ。公務員のことナイフで脅してどうすんのいい歳しても。大人なのに。でさ、79歳まで何やってたのよ逆にこれ。え、でっていうところと、もう一つ、もう一つ、貴重な話なんだよ。絶対条件。皆さんが、 せ生活保護を擁護、擁護する意見って出てくるんですよ。いつもだけど人権派弁護士とか出てくんの。民生委員とかもそうなんですよ。ね、こんなの。かわいそうだろ、あげてやりゃいいじゃねえかとか言う人いるんだよ。いるんだけど、ちょっと待てと。なんでかったら、そのお金って、公務員のお金じゃないの。生活保護の人のお金でもないの。納税者のお金なんだよ。 ねそしたら納税者側からすればさ、ね ?79 歳の女性が困ってるいや、俺だって困ってるよ。渡すなよ、簡単に。役所の人間。簡単に渡すな。俺に聞けってなるだろうん。俺に聞いてから渡せと。 で、その俺に聞けが、一応政治家が役割を果たしてるわけだから、この政治家がつくそのみんな立法府が作った法律に基づいてやってるだけであって、簡単に渡せないんだよ、税金が。うん。例えばだよ、うん、ボーン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 ,ーン,ン、ボンドゥドゥドゥが、の人がね、えこの後で不登校してますと、うんで、お金がなくなりましたと。 でも俺はロボットになるのが嫌だって言って、ずーっと学校も行かないで、で仕事もしなかったとして、俺は自分でやるんだってでもお金がないですと。えじゃあ、ね、でもお金ないんで生活保護受けさせてくださいとな、なりましたと。うん。ねで支援者いないですと。じゃあ仕事しろって話になるじゃん。でも学が全然なくて、雇う、雇う会社もないと。なんかむしろ雇ったら、 あの、マイナスイメージになっちゃうし、もう仕事、だってそもそもロボット嫌だとか言ってる人間ってちょっと難しいなと、トラブル起こしそうだしと。で、なおかつ関わる奴はなんか、ねあのー、軒並みにさ、不幸なってるじゃないですか。不幸っていうか、まあ、迷惑こ、こむってるわけじゃないですか。ええー、なんだかよくわかんない発信されちゃうしね。うん。で、そうなった時に、会社側がそれじゃあ、そういう風な、そのリスクを負って雇うかたら、ちょっとそれもわからないわけですよ。うん。いや、それはわかんないですよ。雇うか雇うかないかっていうこと、観点で言ったらわかんないでしょ うん。でも、実際今お金がないとするじゃん。うん。18歳で成人してたそのボンボンボンがね。ええー。で、じゃあ、かわいそうだから、税金を使って生活を受けさせていいかってたらさ、受けさせるど、どうすか僕、かわいそうだから。就労指導しろってなるじゃん。税、納税者側からすれば。で、じゃあこの人がね、このボンボンボンが、あのー、どー私その後ずーっと、 年金とか収めずに、お金とかも全然貯めずに、なんか日本一緒に旅行してますと。で、なった時65歳までやりましたと。でもお金ないんです、自分。資産もないんですよ、と。で、これは俺の親のせいなんだよ、あーとかっていくら騒いでも、でも生活保護を受ける、となるじゃないうん。お金ないんだから。ええ。そん時に素直にお金出します出しますか <laughs> まあ、税金だから、納税はするよ 納税はするんですけど、納税者側としたら、簡単に出すなよってことですよ。うん。で、79歳の年齢の人っていうのは、まあ、要は、えっと、バブル期、約30年前の時っていうのは、いくつですか ?49 歳だからね。わかります ?49 歳にバブル期の絶頂なんですよ。うん。その頃、お金、 まあ、いろんな意見ありますよ。あの、ゼネコンとかがむしろ儲けたんだとか、あんまり末端の人たちはお金あんまなかったとかね。でも、いろいろ時代の背景はあれど、やっぱそれなりに今よりはお金が貯められる時でもあったし、ね、年金とか納めるとかってチャンスあったわけじゃないですか。ええー。で、あった、まあそれなりにいろいろ、いろんな時代だったんですよ。うん。それを生きてきて、で、今になって、 あんたら人の痛み分からんやろってナイフ向けるってわけが分かんないじゃんもう。だからそういう背景があるんですよ。だから公務員だけが渋って悪いじゃないのよ。皆さんの税金が適切に使われるかの、この最後の取り出でもある、取り出ってあ、ごめん言い方もちゃくすいませんでした。今のは、今のはちょっと語弊があるんで、訂正します。 します最後の砦として水際をやってるっていうふうに誤解されてしまうかもしれないそれは訂正します、まあ、大変申し訳ございませんはいえっと要は最後に法律に基づいて、あのー、出すか出さないかっていうことを福祉事務所全体として えー、け、け、あの、決定するんですよ。からこの目の前のケースワーカーだけの責任じゃないってことです。福祉事務所の決定として出して、出してるんですよ。で、そして、その福祉事務所の決定の背景には政治家がいるんですよ。で、政治家がいるってことはこれ、法律があるんですよ。大前提として。で、この法律に基づいてし、くしくと仕事をしてるだけなので、あのー、あんまりね、こういうふうにをね、叩かないでいただきたい。そういうことに関しては。 だ今回は10-0でナイフを持ち出している女の人が悪いっす。うん。っていうことですね。はい。なんでね、まあ、そういうふうにね、まあ、でも、よくよく考えてほしいんだけど、自分が79とか、まあ、80歳ぐらいな時に、人に刃物を向けるようなところまでっていう人間にはなりたくないなと思います。うん。向けられた方怖かったと思うよ。 刃物向けられたことあるけどさ、私も生活保護でさ、受給者の人たちにこうやってバーって、すっごい怖かったもんね。あの、前、過去動画でね、あのー、出させていただきましたけど、まあ、それちょっと見ていただければと思いますが、めちゃくちゃ怖いっす。っていうぐらいの恐怖を感じてるので、まあ、今回の件でね、もううちのね、この女性はね、大いに反省していただいて、えー、二度とやんないでください。えー、あと、あのー、言葉でね、脅すのもね、ダメ。えー ああ。それは人を脅してもしょうがない。文句は政治家に言ってください。ということでございます。はい。ぜひコメントいただければと思いますね。こういったことに関しても。はい。では最後まで聞いていただいてありがとうございます。じゃあね。バイバイ。